これはもうあの立川直樹さんという方がプロデューサーとしていらして、それでまあもともと沢志君音楽監督やってよっていう話から、まあ、でも誰に曲書いてもらいましょうかねってことになって、そんで2人の名前から同時にこちらの名前が上がりまして、光栄です。他確かにってことになって、それで3人で会ったんだよね。まだあの時会えたんだね。そうですね、うん、ミーティングと称してですね、はいはいはい、あのミーティングと称して酒を飲みましたね。そうですね、バーに行きましたね、はい、素敵なバーでしたね。それで話してて、いろんな、まあ、そのこの、イベント自体の趣旨とか立川さんから話があって、そしてどん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 キーワードになる言葉とかが出てきて、そしたらなんかどこやらもうあの時思いついてたんでしょ、話しながら、どんなやつしようか。ご指名を受けまして、うん、そのあまりのプレッシャーにその夜眠れなかったんで、その夜にもう原型は作りまして、次の日にもう澤部さんに送ってました。そうだ、翌日にもう届いてたから、はい、えまだ半日ぐらいしか経ってないんだけどと思ってびっくりしてすぐ連絡して。あでもね、あのお二人のこのイメージが固まっていたので、あのその具体的なこう方向性目指すところ、うんうん、それがしっかりとあのこう伝わったっていうのもありまして、それで書きやすかったですね。ちなみにあの時さ、もう、ギターで弾き語りでなんか携帯かなんかでボンって撮った音だったんだけど、はい、もうちょっと言葉が乗ってたよね、うん、あそれタクロあるあるで、あの、うん、未だに、うん、あの曲書くと詞もついてくるんですよ。それはあれなんかいいね。ちなみにあの私あのジャニー・ウィズ・アート・アップってあのギターインストもやってるんですけど、知ってますよ。あれも全部詞があるんですよ本当は。え、ちょっと歌物としてもリリースできるんですか。歌物、俺だからそこ意識したことないんですけど、こうだから楽曲制作を頼まれると漏れなくもう一つついてくる。詞頼まれても曲ついてくるし。お得です。曲頼まれても詞がついてくるっていう、まあ、でも今回は助けられましたね。だから本当にそうなんだけど、なんかそこで、はい、とにかくあの思いついたことをとりあえずぶち込んだんでって言って、あの、ね、その曲の弾き語りと同時にその曲についての説明のトークが入ってたんだよね。そうです、はい、あれワンコーラスだけとりあえず入れてきましたって言われて、随分と長いファイルだなと思ったら全部説明が入ってて、そうそうそう、ものすげえ分かりやすくて、今度はそれだったらさ、こうもうちょっとこうしようかとかしようかっていうのはその後それこそフェイスタイムとか使ってやって、そ、ね、これでやっでもね、あっという間だったんです曲ができたのは。なんで、とにかく皆さんに聞かせるようにっていうんで、僕は打ち込みで自宅で、なんかオケをの、まあ、元になるようなものを作って、で今度それをそのカラオケを、に合わせて拓郎が歌ったやつっていうのがこのデモテープになって、うんうん、みんなにそれを聞いてもらって、でまあそういうわけでなんか難産ではなかったっていうかすごかったよね。いやいやいや、まあ拓郎くんはね、あの大変だったと思いますけど、子を持つ全女性に聞いてごらんなさい、はい、どんなに長くても短くても難産じゃないなんてことないから。わかりました。ためになります。でも2時間で生まれようが30時間かかろうがもう死ぬ思いですよこれ。一つの命が。しかも京都国際映画祭というですね、あの、由緒正しくかつあのそれこそたくさんの映画人が集まるような場所でかかるともなると、やっぱり映画ファンとしてもこう何かしら、まあそういう意味ではこう音楽スタッフの一人として関わることができてすごい嬉しいんですけど、そこはやっぱりこう国際色豊かであろうから、あんまり難しい言葉を使うのもなんだし、かといってあの薄ぼんやりした平和な歌にもなってもちょっとなあっていう、そのさじ加減は相当沢さんと相談していろいろやり取りさせてもらったんだけど、はい、でもまあそこそういう意外とね、 そういうやり取りが一番楽しかったりして、うん、要するに何か全体像ができる前って大元になるその楽曲を作るところまでは本当に楽しい作業 だなってあのまあ楽しませてもらいましたけど、そこから先まあ海宝さん、あたるちゃん、この2人の、ボーカリストを選んで。でまたミュージシャンのキャスティングも決まってきてってなって、だんだんそうするとあの要するにこの完成形に近づいてくるわけじゃないですか、うん、そこまでの間もね、いろいろとあの
楽曲を提供してもらうだけじゃなくて、いろいろとお世話になりましてですね、挙句一緒にギター弾いて楽しかったね。いや俺今回の5人同時の音の説得力をグレー二十何年やってるくせに初めて知りました。俺と久しじゃあれは出ないな。あ、いやいや、やっぱすごいこう人間の持つ気みたいなものが入るんだね。入るんですね。一、うん、人で5回やるとは違うんですね、これね。だからまああのスタイル多分気づいた、うん、そのフィル・スペクターって人はなぜあれを思いついたのかなっていうのがあるんだけど、はい、要するになんかオーケストラってバイオリンが何人もいたりとか、はい、あれをロックンロールな楽器でやったらどうなるかってことだったらしいのよ。ものの古来のあの祭りの、まあこれも国際映画祭ですけど、うん、祭りのあのやっぱ全員で同じことを、うん、繰り返す、そうそうそう、あのカタルシスっていうんですかね。そうそう、同じフィギュアなんだけど人それぞれやっぱその捉え方が違うから、なんかそのあと表現の仕方が違うから、なんか一つのものになるっていうかね、逆に、うん、だからこれはぜひやってみたいなと思ったら、今日たまたまね屋敷浩太もギターうまいし、まあ、キョンさんはそもそもボガンボスの時半分はギタリストなんで、だからもで、アタルちゃんも普段ギター弾いてる。でもそれや、そのアイデアを思いついたのね、あれなんだよ、あのこの曲のキー合わせとかでみんなで初めて初顔合わせも含めて集まったじゃない、はいはい、あの時にみんなギター持ってきてて、みんなその曲のことどうしようか、歌詞どうしようかなんて言って考えてる時に、タクルもアタルちゃんもなんかポロポロ弾いてたんだけど、やっぱみんなさすがに現役だけあって普通にうまいなと思って、あ、そう、普通にうまいなって、すみません名前聞いていやだから要するになんかそのなんていうの、いい演奏するなって思ったんで、それで思いついて本ちゃんの、まあ、今日あのレコーディングだったわけですけど、前に2人に電話して、ねね一緒にアコギ聴かないって電話して、それでまあ愛になったって実現することになりましたけれども、いや楽しかったですね。この最初のあのオファーの電話もそうなんですけど、決めてることがありまして、サーフさんの誘いを断らないっていうもう俺の人生の中の一つシリーズがありました。今日で多分第3弾とか4弾なんですけど、そうだよね、絶対に断らないと決めております。あと、まあ、俺ももう一言もう決めてることがあって、困った時は拓郎に連絡するって本当にもういつでもありがとうございます。あのねやっぱりなんかね、あのポップス とかの素晴らしさ、それからロックンロールの素晴らしさ両方やっぱ分かってる、なんか稀有なあの作家だと思うんですよ、まずはね。そしてまあ今回は演奏も一緒にできたし、なんかやっぱりね、あのまあ気も合うんで、ぜひ、これをまたこれからもよろしくお願いします。ね、今回は本当にあの自分で今まで開けたことない引き出しを開けていただいたという、本当にあのシンプルな言葉を心がけよう、あの今まで例えばもうかくれんぼとか、そのみんなで踊ってくれるとか、うん、そういった優しい言葉ってあんまりロックミュージックの中では使わないんですけど、うん、それでもやっぱりこう映画の中でその映画っていうのも受け取り方は人それぞれっていうのを考えた時、今まで避けてきた柔らかい言葉も実は毒も薬も両方持てたりもして、うん、使い方によっては狂気を感じるし、うん、どんなに激しい言葉でも使い手が分かってないとただの言葉でしかないっていうのを、あの立川さん、今回サハスさんお二人に教えていただき、いやいや、もうまたちょっとこれからのグレイも楽しみになったっていう、そういったあの今回のセッションでしたね。いや、はい、それは何よりでございます。まあ、あのこれも立川さんがおっしゃってましたけど、なんて言ったできた時からスタンダード感があるというか、タクロの曲がやっぱそこがやっぱこの曲の魅力だと思うので、まあ、ぜひ皆さんで楽しんでいただけたらと思います。はい、そうですね、はい、京都国際映画祭のテーマ曲を担当させていただいたグレのギターのタクロと、佐橋さん、佐橋です、はい、今このレコーディングしてる時はまだコロナ禍と呼ばれている本当に大変な時期ではありますが、うん、あの改めて皆さん あの生活に少しでもこの曲が何かしらの活力を与えられるような、そんな希望を持ってセッションに挑みました。そしてもちろんあの今回この京都国際映画祭のテーマ曲を担当できるという喜びも、ふんだんにセッション中はですね、あのみんなの気持ちの中から溢れ出ていて、きっと
素敵な映画祭の素敵な BGM になればなというふうに思っています。楽しんでいただければ幸いです。右に同じというか左に同じでございます。皆さんぜひお楽しみください、はい。